バラバラリーよいしょさあ今日は飯塚にやってまいりました、はいはい、もうね、うん、すっかりもう寒かですないやもう寒いねそれさまた娘の保育園にこういう色味の子供がいっぱいいるんだけどすごい何がいやからし色のズボンでからし色のズボン高いのよ全部高いのにダサくなっちゃった喧嘩しちゃってんのかなちょっとねパラシュート部隊の2人が福岡の魅力を再発見する旅企画パラブラリこのコーナーは挑戦するミッションをルーレットで決定します今回はどんな街ブラになるのかじゃあいきます、はい、よいしょ優しい優しいソフトあ来たほら創業ぴったり100年の旅創業ぴったり100年の旅は訪れたお店の創業年数を予想し足してちょうど100年にするミッション難しいっすねえ、佇まいで予測するってことですか。でもあの入り口とかに書いてるとこあったらダメですよねあるあるたまに店舗何年とかさあるあるまあその時点でアウトか今100年超えてんだけど、うん、いいですねじゃあ行きましょうかちょっとそれでは飯塚市で創業ぴったり100年の旅スタートまずは商店街やってまいりましたこちらサンエステ東町この辺り一帯は江戸時代に整備された長崎街道飯塚宿の街道筋がそのままアーケード街となった商店街ほらお花の藤本さん入ってるじゃないこれは100は行ってないでしょ創業ぴったり100年の旅1軒目は花の藤本に決定早速聞き込みを開始ずっと この場所でやられてる感じですよね、はい、ちなみに何代目とかって2代目です。あ、2代目なんですね。あれ、あのお父様ですか？先代は。お母さんがやられてて。最初は養鶏されてて。養鶏をして。その後にバラを作って、それを売ってた。なるほどなるほど。で、お花って結構みんなねやるのよ。農家の方とかは。ね、お花やってちょっと暮らしが、あ、なんとなく分かってきました。はい導き方がね店の歴史や雰囲気などさまざまな情報をもとに創業年数を予想実際の年数はスタッフが確認して答え合わせの時に発表します、うん、でパラブが導き出した創業年数は僕らの予想は創業45年だからあと55でいくかそうね刻むかっちゅう創業ぴったり100年まであと55年と予想したパラブはひな人形いっとく本町商店街に店を構える人形の恵比寿屋へ早速聞き込みちなみに何代目でいらっしゃいますか3代目ですあの結構独り立ちは遅い方だったんですかその店をやるっていうのはどっかで働かれてて大恐慌があったですよねちょっと待って、はいはいはい、世界大恐慌大恐慌出てきたかついにこの番組でちょっと待ってね初代が世界恐慌をきっかけに創業したと聞き人形の恵比寿屋はパスちなみに創業年数は92年でしたで再び創業55年の店探し鮮魚店ね早速聞き込み何代目ですか3代目あ歴史があるな歴史がある、あの歴史がある おじいちゃんおじいちゃんは結構若くして店始めたんですか確か15で店出したこちらも55年オーバーと予想しパスちなみに野中鮮魚店の創業年数はちょうど100年でしたその後もぴったり100年のペアリングに苦しむパラブでしたが気になる看板を発見50年選手くらいのこれも中世のやつ。違う。このランプはもう中世。いやでもこれ多分 LED やから。ガスでやってたら中世だけど。いや聞いてみますか。ちょっともうソワールさん。でも開いてないじゃん。こちら。ああすいませんすいません。わざわざごめんなさい。おはようございます。おはようございます。ソワールの方ですか。はいそうです。今からお店がオープンで。私今日ちょっと。遅なったもの、うん、遅なったもってちょっといつもより回転遅めで、ね、もう85ですからうわ早速店内へ
わまさにもう、なんていうんですかね、ザ・喫茶店っていう純喫茶の、喫茶店ね。ねえ、ステンドグラスが素敵な店内はまさに昭和レトロな雰囲気がたっぷり。また店の表に立つ人形もかなり年季が入ってそう。そしてオーナーの中西さんは85歳。これらの情報を総合して喫茶ソワールの創業年数を予想で導き出したのは55年。はい、これでぴったり100。花の藤本と喫茶ソワール、2店舗合わせて創業ぴったり100年と予想。それでは答え合わせです。まず1軒目のお花屋さん、僕ら45と予想しましたが、何年？1軒目のお花屋さんは創業65。65。うわー、やってるな。でもまだまだ分かんないよ。プラス20か。ということは35だったらぴったりです。はい、じゃあお姉様、何年か教えてください。あれが昔すぎて忘れてる。そこでオーナー中西さんの息子さんに連絡。改めて創業した年を訪ねてみたところ、平成7年です。あ、ダメだ、惜しい。2店舗合わせて92年。ということで創業ぴったり100年の旅は一からやり直しです。これね、年齢ぴったりよりむずい。むずい。そうだね、とんでもない場所でとんでもないルーレットが出た可能性が。いや、そうなのよ。本日のパラブラリは、飯塚市の商店街で創業年数ぴったり100年を目指す旅で、パラブの2人は乾物屋ですかね。2回戦最初のお店は海産物と乾き物の専門店、田舎屋。早速聞き込み。何代目ですか？いや、私は初めて。あ、商売リストラにあって、はい、それでこの商売始めたんです。あら、何系の会社を勤めてらっしゃったの？証券会社ですけどね。で、自分で乾物屋をやろうっていうことで。もうお客さんがそういう関係の方がいらっしゃったんで。あ、なるほど。お父さん、おいくつ？64。なるほど、なるほど。現在64歳の元証券マンが早期退職し始めたお店。パラブの予想は、証券会社に勤めてらっしゃって、多分、うん、リーマンショック。リーマンショックっていうと、あれ2010年ぐらい、サブプライムローン問題もあったからね。何歳の時に？60歳だったらリストラって言わんから、まあ、50歳でリストラされたとしたら14年か14年。さらにお店の奥にヒントを発見。おもちゃマストは2015年に、6年以上前にはあったということですよね。そう。で、パラブが導き出した創業年数は、このお店15年と予想しました。いいと思います。創業ぴったり100年まであと85年と予想。で、次に向かったのはスポーツ用品店。比較的新しいイメージありますけどね。スポーツ用品店で創業年数85年はありえるのか。早速聞き込み。ちなみに今お店の店主さんですかね？いえ、まだ父が社長です。なるほど。お父さんが初代というか。いえ、3代です。おお、いいです。お父さんが3代目ってことですか？3代ってことは4代目、そうです。お父さんが3代目。もともとは良品店、そこから3代続く三好スポーツはパス。ちなみに創業年数は90年でした。で、次に向かったのは、今大創業祭やってるよ。大創業祭を開催中のブティック M ドリーム。早速聞き込み。失礼ですが、おいくつでいらっしゃいますか？76です。76歳。お母様何代目ですか？1代目です。お、初代か。初代か。ずっとこの場所で。そう。なるほど。なんで自分で出すことになったんですか？あの、兄がやっておりまして、ほう、その姉妹店で出したんです。へえー、でもう自分がオーナーになって。はい、そうそう。現在76歳の西田さんが初代オーナーのブティック。パラブの予想は、76歳なんで、まあ、30歳としたら46年だから40
45年という予想です。だから今で 60やね。ぴったり100年まであと40年と予想したパラブは、お店的には飲食だよね、うん、そうね。ちょっとね、目星つけてる店が40ぐらいじゃねえかっていう、うん、来た来た来た、いいかもしれん、ここはいいかもしれん。この見てください、この看板。40年が経過してそうなアンティーク感。軽食と喫茶の店シェアで聞き込み開始。やっぱ今年の干支っていう、いやいや、ほらこれたまたま来ただけだから、ほら自然と会っちゃうから、干支と干支の方が寄ってくるから、お姉様ぐらいのもうラグジュアリーになると干支の方が寄ってきちゃう。今日本当たまたまです。たまたま、今日たまたま、たまたま関西の方ではないですもんね。ないです。ずっと飯塚ですか。飯塚です。誰かがやってたのを買い取って、譲ってもらって、建物自体は90年代なの。あら、あら、いやでも建物何年じゃないか創業何年なんで、建物何年だったらあれでもいい感じだと思うけど。いや、前の人が何年やってたんでしたっけ。10年わかりました。ちょっとじゃあまだいいんじゃないですか。そうね、店の雰囲気だって、こんな干支がたまたま来てるのが干支なおめでたいお姉様いないですよで、導き出したのは40、はい、ね、これで足して100でございます、はい、なるほど。田舎屋、Mドリーム、喫茶シェア、3店舗合わせて創業ぴったり100年と予想。それでは答え合わせです。1軒目のお店の創業年数は、うん、10年です。あ、10年え、あら、やべ、5年これまずいね。まずい。え、ちょっと待って、やっぱ10年か。あそこだよね、問題は。そう、問題はそこ。はい、何年ですか。はい、2軒目の洋品店、うん、創業年数は20年。あら、20年、うん、終わった、終わった絶対終わった、もう終わった。急にここに来て短っ。あららららら、もう、30年しかないもん。ちょっとこの店は70年ないとダメだいや、絶対ない。わずかな可能性を信じ、創業年数も確認。この店の、歴史は18年。ちょっと待って。3店舗合わせて48年。ということで、創業ぴったり100年の旅、ミッション失敗です。今更ながらですけど、はい、あのスポーツ用品店、はい、だったらドンピシャでした。あそこ何年でしょ。90年。うわぁ、ここから、ここで、ここで、ここで、あ、本当や、ここで、あの、そう、あのスポーツ用品店で、あら、あら、いや、難しいよね。飯塚、ここの商店街がたまたま、うん、歴史があるっていう、歴史があると思ったら急にない、ミッション失敗ということでございます。ちょっとまたこれが当たったらちょっと考えときたいと思いますね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。